この項目ではアメリカ合衆国テキサス州ダラスと周辺都市で公共交通網を運営するダラス高速運輸公社が運営するライトレールについて解説する。1996年に開通し2019年の時点でダラス中心部と郊外を結ぶ4系統総延長 150km 近くというアメリカ合衆国の最大の路線網を有する このライトレールでは、日本製の部分調低床電車が使用されている。1970年代、ダラスでは行き過ぎたモータリーゼーションにより、交通渋滞の増加や、大気汚染などが課題となっており、公共交通機関を再編する動きが高まっていた。そこで1983年、テキサス州交通法第542条に基づき、 ダラス市を中心とした地域の公共交通機関の運営を担う校舎として、ダラス高速運輸校舎が設立された。ダートライトレールの計画が立ち上がったのは、翌1984年12月である。工事は1990年から始まり、1994年には近く間のトンネル建設が完了した。そして1996年6月14日に、 最初の区間となる 32.1km が暫定的に運賃無料で開通し、10日後の6月24日から本格的な営業運転が始まった。当初の想定では1日の利用客数は平均1万5千人であったが、7月の時点でそれを上回る1万8千人を記録している。翌百九十七年以降も路線延長や車両増備が続き、 2010年にはダート全体の収益減少による延伸計画の凍結が検討されたもののコスト削減や連邦政府の資金投入により建設が再開され2014年以降はダラスフォートワース国際空港へ直通する空港連絡鉄道の役割も担っている 2020年1月現在の総延長は 149.6km、営業キロは 293.5km で、アメリカ合衆国のライトレール中最大の規模を誇り、2018年度の利用客数は2887万人、平日の平均利用客数も9万3400人を記録している。2020年1月現在、ダートライトレールには、 以下の4系統が存在する。各系統とも全区間を運行する列車が主体だが、区間運転を行う列車や別系統への直通運転を実施する列車も設定されている。運転間隔は朝夕のラッシュ時は15分、日中や夜間は20から30分である。ダートライトレールでは駅に設置された。 券売機で事前に乗車券を購入する信用乗車方式を採用しており、スマートフォン用アプリの5パスを用いることも可能である。車内では検査官により検察が実施される場合があるため、必要に応じて乗車券やスマートフォンを提示する必要がある。2019年時点の料金は AM、PM パスが大人3ドル、1日券が6ドルである。 また午前9時30分から午後2時30分まで有効なミッドデイパスも使用可能であり、こちらの料金は2ドルとなる。近畿車両製の電車搭乗時は2車体、連接車であった1996年の開業当初からダートが運営するライトレールには日本の鉄道車両メーカーである近畿車両が製造を手掛ける電車が運用についている。フューチャリスティック。 というテーマのもとで設計された流線型の外見を有し、バイアメリカン法に伴うアメリカ製の部品の多様、アメリカにおける安全基準など、各種の厳しい条件に適合した設計となっている。導入当初は2車体連接車であったが、バリアフリーや乗客増加への対応により2008年以降は、床上高さ 406.4mm の 低床車体を組み込んだ三車体連接車、もしくはその編成での新造が実施されており、2020年1月現在163両が在籍する。これらの車両は SLRV と呼ばれる。2020年1月現在、ダートが運営するライトレールには以下の延伸及び施設の改良計画が存在する。ダラス中心部のダウンタウン地区を通るパール。 アーツ国家橋駅、ウエストエンド駅は、2019年の時点で、ライトレールの全系統が走行する区間であり、線路容量をはじめ様々な面において運用上のネックとなっている。そこで、ダートでは輸送力増強用としてこの区間と、並行する地下路線の D2 サブウェイを建設する計画を2007年以降進めており、2017年には、 ダラス市議会とダートリ事会からの承認を受けている。ディープエルム駅から分岐し、既存の線路と交差する、近く間を通りビクトリー駅へと向かう路線で、ディープエルム駅付近の分岐点は、デルタ線となっているため、非常時には、各方面の列車が乗り入れ可能となっている。駅は、近く間に3カ所、ビクトリー駅付近の地上区間に1カ所設置される、予定である。完成後は、 グリーンラインとオレンジラインが、D2 サブウェイ経由に変更されダウンタウン地区における列車本数の増加や非常時における信頼性の向上が図られる。ラッシュ時の混雑を解消するため2019年から2022年までの間にレッドラインとブルーラインの28駅に対してプラットフォーム拡張工事が実施される。これにより 両系統での3両編成による運行が可能となり、1列車の輸送量が33%増加する。オレンジラインでは2020年1月現在、新駅として、ループ12駅とヒドンリッチ駅の建設が進められており、校舎については2020年中に開業予定となっている。ありがとうございます。